じゃあ、この後はとりあえず鍋に点火してみんなで食べながらゆっくり遊んでいきましょう。時間がある限りよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、久しぶりのこの感じやったな。毎年恒例のあれです。リーダーの誕生日がたまたま10月8日なんですね。はい。で、毎年何が欲しいって、はい、別にもう聞くこともなく、ずっとこれをひろきの好物の昆布、塩昆布。うん、今年もまあ塩昆布でやろう。ひろき、塩昆布の次に好きな食べ物何やったっけ？塩昆布の次？あ、自分で言って忘れたか。グラタンや。おー、今日グラタンも難しかった。今日10月8日に何やかんややっとってんけど、はい、今年はなんかいろいろ立て込んでる感じになってしまって、まあ、106やし、今日でええやんかってことで、洋館になったら食べて。ああ、ありがとうございます。はい、じゃあ、おいしい佃煮です。ありがとう。これからも。そして僕はこれ108の日はライブが入ってて、僕らライブないっていうことで、僕14年ぶりぐらいに10月8日解放された気がします。おい、そんな遅くないよ。ということで、ありがとうございます。これからも頑張りますんで、よろしくどうぞ。そして今日は鍋パーティーということで、108、14周年おめでとうございます。以上、106の日のくだりでした。ここからみんな楽器できる人をどんどんセッションとかしたりしてね、鍋も点火します。イエーイ。まあ、のんびり食べましょう。一回休憩しますか。もうちょっと一回上げて、なんかこう鍋とかちょっと観察しましょうか。じゃあちょっとも上げて、また後でなんかこれ1曲目だよってタイミングは僕らで出すんで、ちょっとしばらく一緒に飲みましょう。とりあえず108とひろきさんにおいらっしゃい。ありがとうございます。